それでは、機械計測1の、じゃあ機械計測2の前半3回目の講義を始めたいと思います。今回は、第3章、光線としての光の括弧3です。レンズによる結像ということになります。で、その前に、特別講義のアナウンスをしておきたいと思います。来週に、10月31日は特別講義の1回目になります。これまでも言ったように、大阪大学の荒木勉先生に、医学と工学の融合ということで、講義を行ってもらいます。で、この特別講義、2回やるんですが、これは、出席確認用の毎週の演習問題以外に、これ、レポート課題を出します。で、注意するのは、これが、成績評価対象ということで、全成績の10%はこのレポートですよということに今なるので、ちゃんと講義を聞いて、締め切りまでにレポートを出すということです。はい。それでは、まず前回の演習問題の説明からいきたいと思います。魚眼レンズ。これカメラを考えてもらったとき、普通のレンズっていうのは、こういう、樽型の、ちょっとひしゃげたようなレンズの形状になってて、で、光を拾って、カメラのセンサー部、イメージセンサーに光を集めるということを行っているわけです。ただ、このレンズをこういう球状のレンズにすると、どういうことが起こるかっていうと、一般のレンズだったら、この範囲の光しか、この角度範囲の光、対角の範囲の光しか拾えないんですけれど、これ球にしてやると、もっと広い範囲、ほぼほぼ、半球状すべてが拾えるようなことが可能になります。こういうのを魚眼レンズといって、実際に魚眼レンズをつけたレンズで撮った写真というのがこんな感じになってて、イメージとしてはなんかこう、半球状にちょっと歪んでるんですが、すごく広い範囲、普通のレンズよりも広い範囲が、撮れてるということがわかるかと思います。で、これなんでこんなことできるんですかっていう話です。で、これ前回の授業で説明した話で、レンズは聴覚が連続的に異なるプリズムの集まりと、こういう形状は実はこう切り離すと、聴覚が連続的に異なるプリズムの集まりというふうに見なせるということを説明しました。で、聴覚っていうのは、こう書いてるプリズムのてっぺんの角度を聴覚アルファと言って、で、入射光に対して屈折して、出てくる光がどれぐらいかずれるかっていう、この角度をこれ変角ファイと言います。で、聴覚アルファと変角ファイとの関係っていうのはこういう式で与えられるということで、比例関係になりますっていうことです。で、次にこっち側を見てもらうと、これそれぞれ切り離して、ここてっぺんまではない台形状だけれど、仮想的にてっぺんまであるとみなした時の聴覚っていうのがやっぱ決まってきて、そうするとレンズの中心っていうのは、これ聴覚アルファ、これほぼほぼ平行の板なので、これアルファが0度になるわけです。で、これが、先に行けば行くほど聴覚が大きくなってくる、尖ってくるということに今なってくるわけです。アルファが大きくなっていくということに、尖るな、アルファが大きくなっていくということになります。で、これ両サイド一緒で、結局聴覚アルファっていうのは、このレンズの中心からの距離に比例して、連続的に変化するということになります。で、アルファが連続的に変化するってことは、それと比例関係にある変角ファイも連続的に変化するということになります。いいかな。変角ファイも中心からの距離に比例して連続的に変化するということは、これそれぞれ入れた角度が、違うわけですが、変角がレンズのどこを通るかによって異なってきて、で、レンズの中心を通ると変角ファイは0なんで、もうまっすぐ行きますと。で、レンズの一番端を通ると変角が一番大きいので、一番よく屈折するということになって、で、真ん中だとその中間ぐらいということで、ポイントはすべて同じ場所に集まるということになるわけです。いいかな？で、じゃあ、先ほどの魚眼レンズ、半球レンズっていうのは、こういうレンズと違って、さらにこれ幅が広くなるわけです。
で、幅が広くなるってことは、結局このアルファが0度から90度の範囲に今なるわけです。ってことは、これは、で、そこ、それを、この同じ一点に、同じ場所に集めるということなんで、あらゆる角度、あらゆる角度、レンズに入ってくるあらゆる角度の光線を集光できるということなので、こういう広い立体角で画像を取得できるんですよっていうことになります。いいかな？はい。じゃあ、今日の授業に入る前に、前回の復習をちょっとしておきたいと思います。前回は、凸レンズと O レンズの説明をしました。で、凸レンズっていうのは、1点から出た光を1点に集めるというような働きをしていると。で、それに対して O レンズっていうのは、1点から出た光をさらに発散させるような働きをするわけです。ただし、我々がこちら側からこの光を見ていると、もう繰り返し何回も言ってるんです。人間の脳っていうのは、光が直進してきたというふうに認識して、そうすると屈折してきたんじゃなくて、この点線上のところから光がやってきたと認識するわけです。ここから光が直進的にして、直進してきたと脳が認識するということです。で、そうすると、例えばこういう物体からの光が、例えば A から出た光が、こういうふうに発散すると。こういうふうに屈折して発散すると。けど、ここで見てると、この発散した2つの光っていうのは、ここの A ダッシュから直進してきたように認識するというわけです。で、同じように、この A に、この物体に沿った連続的な光の分布っていうのが、この A ダッシュに沿った分布になって、で、ここに要は虚像が見えますということです。あたかも物体がそこにあるかのように見えるんですよということで、この場合は成立像ができると。成立の虚像ができるというような話を説明しました。で、このあたりをもう少し組んで、組み合わせて実際にどういうふうに使っているのかっていう説明が今日の授業になります。で、今日の本日の講義に関連した光の機械っていろいろあって、まあ一番シンプルなこういうルーペとか虫眼鏡っていうものですが、さらに、まあ、最近、まあ、我々が一般的によく使うカメラとかプロジェクター、あるいは顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡といったものが、やっぱりこういうレンズを使って、映像を大きくしたり小さくしたりしているということになります。で、まずレンズの性質として、3つの重要な性質があるというのを、ここで覚えてください。まあ、言われたら当然だなという性質ばっかりです。で、1つは、これレンズがあって、で、焦点があると。で、交軸がこれ、レンズの中心をと、レンズの中心を通る軸を交軸と言います。で、交軸に平行な光線っていうのは、すべて焦点を通るということです。いいかな。で、2つ目は、これ逆の場合です。光は可逆性が成り立つ、先ほど言ったばと思うんだ、あ、これまでの授業でも言ったと思うんだけれど、焦点を通る光は平行となる。いうわけです。要は、こっち側から入れた光は平行となるんですよっていうの、これ、丸2です。で、あと、レンズの中心を通る光線はそのまままっすぐ進むと。これ、レンズの中心は平板とみなせるわけなんで、アルファが0度ってことは、頂角アルファが0度ってことは、0度のプリズムってことは、変革も0度ですよ。要は、屈折しませんということです。いいかな。レンズの中心を通る直線はそのまままっすぐ進むと。で、まあ、レンズの曲面での屈折っていうのは、これは表面と裏面があるわけですが、まあ、左右対称で結果的に、まあ、この角度変わりませんと。いずれもこれ、光の可逆性でが成立するっていうのもちょっと注意しておいて、逆から入れると同じような振る舞うということです。いいかな。で、次に今度は、これは O レンズ。の話ですね。O レンズの話になってきます。で、O レンズの場合は、基本先ほどと一緒の話にまあなるわけです。これと同じような形になって、教科書ではどう書いてたの？まあ、図の、教科書に書いてあるわけです。じゃあ、こっちの図を見てもらって、まず丸一、先ほどの丸一に相当したやつ。
光軸に平行な光線は、O レンズを通った後、レンズ手前にある焦点から出たように進むということで、このビームです。これは発散するんだけれど、それは、結局、こうまっすぐ行って、直進してきたというふうに認識して、そこと光軸との交点、ここに、前側焦点があるのかな。後ろ側焦点、すいません。後ろ側焦点がここにできるということで、レンズ手前にある焦点から出てきたように進むんですよというのが丸一の話です。で、次に丸二、レンズ、O レンズの中心を通る光線はそのまままっすぐです。これは先ほどの O、凸レンズと一緒ですよと。で、丸三、O レンズの後方の焦点に向かう光は、O レンズを通った後、光軸に平行に進む。これは丸一との、可逆的な話で、ここの F、ここの焦点に、進もうとしている光は、ここで屈折して、この場合は平行なビームになると。光軸に平行なビームになるんですよっていうことになります。いいかな？これは O レンズの場合です。で、作像による、作図による結像っていうのは、これはまあそんな難しくなくて、先ほどの、光線の光の性質ですね。三つの性質を考えればすぐできるということで、例えば凸レンズでここに物体がありますと、今基地なのは物体の位置と、あとレンズの焦点位置が分かっているというわけです。で、そうすると、例えば丸一っていうのは光軸に平行な光線は焦点を通るわけなんで、例えば P から出た光で光軸に平行な光っていうのはこういうふうに行って、で、ここで屈折して、ここ、後ろ側焦点通りますよと。で、まっすぐ行くということです。で、それに対して、今度、丸二、これは、光線を通る、焦点を通る光線は平行となるという。例えば、この丸二は、前側焦点を通りますよと。そうすると、光は平行になる。そうすると、この青い光と赤い光が、この P ダッシュで交点を結ぶわけです。で、これが、P から出た光が、集まる場所 P ダッシュになるというわけです。で、これは別にこの2つだけじゃなくて、この間のところどこを通っても、P から出た光のレンズのどこを通っても、すべてがここに集まるということになります。物体上の点から出た光を像上の一点に集めるのが、これ凸レンズの仕事、働きだということです。で、じゃあ実際この物体の、まあ、光源、点光源の連続分布、物体を点光源の連続 P に沿った、光軸から垂直に上げた P に、P を含むこの、光の分布がこうあるとすると、当然、こちら側に、それと、まあ、倒立した像が、この P ダッシュの位置にできますよっていうことです。いいかな？で、次に、凸レンズの場合は、こう物体ありますと、やはり P から出ていきましたと。光軸に平行な光線というのは、こういうふうに発散するんだけれど、それは、この延長上は、この場合、レンズの左側にある後ろ側焦点位置を通るというわけです。で、光源の中心、レンズの中心を通る、丸には、これは焦点を通る光っていうのは平行となるというので、これ例えばこの光がこの今度前側焦点、こっち側の焦点に向かっていってるとすると、レンズで屈折してまっすぐになる。で、それぞれこの二つの光を、が直進してきたというふうに見なして、こう線を伸ばすと、その交点がこの P ダッシュになると。そうすると P からこの下に沿った物体の光源の分布の像が P ダッシュ、のから下に伸ばしたところにまできて、これが像になりますよっていうことになってます。いいかな？で、まあ、O レンズの場合は、その焦点位置、前側と後ろ側の焦点位置が、これ、凸レンズの場合とちょっと入れ替わるということだけ、まあ、ちょっと注意するということになります。で、まあ、こういう、これは作図による結像なんですが、これを公式で、説明すると、こういうふうになります。結像公式。これも、まあ、みんな見たことあるような式かと思います。ここにレンズがあって、主平面がある。光軸がある。で、焦点が、焦点距離 F の位置に焦点がある。で、今、この物体の位置は焦点よりも外側にある。
その距離を S とします。F より大きい。S は F より大きい。で、それに対して、主平面から像までの距離を S' で、これもやはり、焦点距離より大きいというふうに、まあ、します。いいかな。で、その時に、この S と S' と焦点距離 F の関係っていうのは、これちょっと F' 間違ってて、間違ってますね。S 分の1プラス S' 分の1イコール F 分の1という関係になるというわけです。で、F は基値なので、S の位置が決まると、必然的に S' のできる位置がある一箇所に決まるということで、1対1対応するということ。だからこの物体の像はいろんなところにできるんじゃなくて、一箇所にしかできませんということをこれ言ってるわけです。で、その時にできた像の大きさっていうのは、これさか三角形を相似な三角形と考えてもらうと、S 分の S' になって、これが拡大率あるいは縮小率になる。まあ、この場合は縮小率になっているということになります。で、こういう場合の長所っていうのは距離の取り方がすごく単純だということ。ただし、計算が、短所としては計算、これ分数の計算なんで直感的に分かりにくいというのが、まあ、短所としては。これは、公式による結論の一つのパターンです。で、二つ目のパターンというのは、今度じゃあ、その先ほどの S とか S'F というのを、S と S' を使わずに、X とか X' を使おうと。で、X は、この場合、この焦点から、物体まで、前側焦点から物体までの距離を X としましょうと。で、X' は後ろ側焦点から像までの距離を X とすると。そうすると、XX' イコール F の二乗という式に今なってきて。で、この時の倍率っていうのは、この X 分の F イコール F 分の X' というような形で与えられる。で、この公式の長所は計算が楽ですよということな。ただし短所はちょっと距離の取り方がややこしいと。少しややこしいという問題があるということです。で、まあ、ここでは、凸レンズを説明してるんですが、実はここに正負の符号を入れてやる。X にとか X' に正負の符号を入れてやると、一般化された結合公式っていうのができるわけです。で、その時は、ちょっと先ほど式が変わってて、ここにマイナスが入ってます。いいかな。で、M も、マイナス、こういうふうに、ここにマイナスが入ってて、M がマイナスというのはどういうことかっていうと、これは倒立像になりますよということになります。で、正なら成立像。例えば、この凸レンズの場合は、この前側焦点より左向きは負とすると。で、焦点から右向きは正とすると、X はマイナスで、X' はプラスになるというわけです。で、そうすると、この、例えば M っていうものは、X と X' X、例えば、ここ見てもらうと、X はマイナス、F は正ですよと。そうすると、これマイナスになるわけです。こっちも一緒です。ってことは、負になると、M が。ってことは、こういう凸レンズでの結合っていうのは、倒立の実像が、ここにできる。負になるので、倒立の実像ができますよっていうことです。で、これは、これはまあ、凸レンズの実像なんですが、虚像、凸レンズや O レンズの虚像にも、この一般化すれば適用できるということです。例えば、凸レンズによる虚像っていうのは、どういう場合に出るかっていうと、これまでは、物体の位置が F より離れてる場合は、実像ができたわけです。けど、物体の位置が F よりも内側に入ったときは、これもはや F から出た光は平行になるわけです。けど、それより近くなると、これ光は平行にならずに発散するわけです。これはさ、から発散するってことは、O レンズと一緒の考えになって、こちら側から見ると、それはあたかも直進してきたように見えるわけです。この2つの光は、ほんまはここから出てきて屈折してるんだけれど、あたかもここの、この点から出てきているように見えるわけです。ってことは、例えばそこに、その、
物体としての天候流の分布があれば、ここに虚像ができるということになるわけです。で、その時に先ほど言ったように、この焦点の右側は正なんで、この場合 X 正ですよと。で、それに対して、この後ろ側焦点に対する虚像っていうのは今度左向きなんで、これ X ダッシュはマイナスですよということで、そうすると M に入れてやると M の値っていうのは正になる。すなわち、こういうふうな凸レンズによる虚像で生できる像っていうのは成立像になるということになるわけです。O レンズの場合も同じような話で、まあ物体から出た光がこう発散すると。で、あたかも直進してきたかのように、直進としてみなすとところに虚像ができるという話でした。で、この場合、その後ろ側焦点と、虚像の位置、これが X ダッシュになって、これ右向きなんで正ですせと。で、それに対して物体と前側焦点というのは左向きだから負になる。そうすると、X と X ダッシュがそれぞれ正と負だから、この式っていうのは、正になる。やはりこれも成立の虚像がここにできるということになるわけです。いいかな。はい。で、実際の結像ですが、凸レンズの場合は3つに分けることができます。縮小結像、等倍結像、拡大結像です。で、まず基準はこの等倍結像だというふうに思ってください。これシンプルな話で、レンズから等間隔、レンズから 2F の距離に物体が置かれると、像は 2F の位置にできる。いうことになります。すなわち S イコール S ダッシュということになるわけです。いいかな ?S イコール S ダッシュイコール 2F です。で、それは、まあ、結合公式の2でいくと、X イコールマイナス X ダッシュイコールマイナス F ということにまあなるということになります。いいかなで、この場合は、これ物体、これそう、まあ、相似の関係で、さっきの作図の時をイメージしてもらうと、物体と実像っていうのは、これ、等しい相似関係にあるんで、これ等倍ですよ。こういうのを 2F 光学系というふうに言います。これをまず基準にしてください。で、じゃあ、これより今度物体が離れるとどうなるか。上の場合なんです。で、離れるってことは、これ相似関係で言うと、物体側が大きくなって、実像側が小さくなるわけです。なんで、縮小結像形になるわけです。まあ、S が 2F より大きくなる。あるいは S ダッシュが 2F より小さくなる。というような関係になります。結像公式1。で、結像公式2では X イコールマイナス F、0小なり X ダッシュ小なり F というような関係が成り立つわけです。で、これは大きいものを小さくするんで、例えばそういうものをどういうところで使われたかというとカメラです。カメラのそのイメージのセンサーサイズって、まあ10ミリサイズぐらいなんで、それより大きいものを縮小して、ここに等率の実像を作るっていうような話になります。で、それに対して、今度は、物体がこの等倍結像 2F の位置から前に行った場合はどうなるかっていうと、今度は、これもやっぱ相似関係考えてもらうと、物体よりも大きい実像ができるわけです。それは物体が前に行くと、像できる位置が後ろに下がるんで、大きくなりますよ、ということやな。で、この場合も、S っていうのは、この F と 2F の間ですよ、と。で、それに対して、この S ダッシュっていうのは 2F より大きくなりますよ、と。で、結合公式2だと、マイナス F。から X から0の間にあって、で、X ダッシュは F より小さいということにまあなるということになります。で、この場合さ、から小さい物体を大きくできるということで、これはどこで使われているかというと、プロジェクターです。で、プロジェクターも、その像を映す部分、ディスプレイに像を映す部分、プロジェクターの中の像を映す部分というのはカメラのセンサーと同じで小さいわけです。なんで、それを、こういうふうに拡大してやって映しているわけです。ただし、これ、等率の実像になるんで、
ここで写そうというのは、プロジェクターの場合は、もともと逆にして写しているということになります。いいかな。で、あとは、これ、拡大の挙像の場合ですね。凸レンズを使った拡大の挙像、まあの場合は、先ほど言ったように、物体の位置が、焦点距離よりも手前側にあると、内側にあるという場合は、拡大の挙像ができますということで、これがルーペとか虫眼鏡、あるいは接眼レンズといったものに、相当するわけです。で、これをアニメで描くとこんな風になってて、アニメーションにするとこんな風になってて、これは何を表してるかっていうと、ここの三角形が、ここの三角形のこの高さとここは一緒で、で、この三角形とこの三角形は相似の関係にありますよっていうことから、こういう式が出てきますっていうことをこれ表していると。ということに。詳細はここのホームページを見てもらうと説明が書いているかと思います。で、実際の結像として、これアニメで見ると結構わかりやすくて、これ物体の位置をレンズに対して近づけていって、2F は等倍ですと。で、さらに近づくと、これ拡大になっていって、拡大されて、これ F で、で、F の位置になると、これ平行なビームになる、焦点位置になる。で、それより広がると、今度発散するんで、これは直進してきたとみなして、挙像ができると。いいかな、こんな感じで。2F より大きければ、縮小光学系、等倍。で、ここから拡大になって、で、拡大、さらに拡大、で、さらに拡大。で、ここになると、像ができなくなって、で、今度それより近くなると、拡大の挙像ができているというような話になります。で、同じように O レンズの場合もこんな話で、この場合、2F より遠くは縮小の挙像ができて、で、ここでこんな感じで、挙像ができているということに、なるわけです。いいかな。縮小の挙像。ということになってくるということです。で、次に焦点深度の話を少し触れたいと思います。教科書で言うと、図の3.7のところですね。だから基本は、先ほど言ったように、レンズっていうのは、点から出た光を点に結像するわけです。そうすると、ある点では点から出た光が点になってて、なってるわけです。で、そこからずれると、その点が大きくなってるわけです。当然。いいかな。で、例えばこの焦点の位置に普通は撮像素子を置いてるわけ。CCD センサーって言われるものをここに置いて。で、焦点位置に、この物体の焦点が、ここになるように調整するわけです。で、焦点が例えば前後にずれた場合はどうするかっていうと、これ、撮像素子を動かすのは大変なんで、これは通常固定してて、で、このレンズを動かすことによって、ここにピントが合うようにしてあげます。常に、さか CCD のところに焦点が来るようにするわけです。ただ、点じゃなくて少々広がっても、けど、それも、ほぼほぼ点、焦点とみなせるでしょうっていう、そういう範囲を、これ焦点深度と言います。いいかな？ホールの焦点深度。で、この焦点深度よりさらに外はピントが合ってるというふうにみなすわけです。で、それより外側だとピンボケするということになります。いいかな？で、あと、ルーペの話です。先ほど言ったように、凸レンズで、物体が焦点よりもレンズ側にあると拡大の挙像ができますということが説明しました。で、こういうルーペ。これは、物体の上の部分から出た光と真ん中から出た光。で、それの分布としてこの拡大の挙像ができるっていう説明なんですけれど、ルーペの性能を表すものとして、ルーペの倍率というものがあります。F 分の250というふうに言って、
で、これ 250mm 離して直接見る像より虚像が何倍拡大されて見えるかの指標ということで、これ先ほどのレンズの結合倍率はちょっと異なってルーペ特有の値になるということです。いいかな。で、実際の、じゃあ光学機器のレンズ系ってどうなってるんですかっていうと、原理的にはこれ実像、虚像、もしくはそれらを組み合わせてます。で、カメラはまあシンプルで、こういう物体から出てきた光を凸レンズで、倒立の実像として撮像素子に、まあ、結合していると。で、これで撮像素子というのは物体と倒立の像を撮るんだけれど、表示の時はそれを元に戻してやっているということで、まあ、凸レンズを用いた縮小光学系です。で、プロジェクターはその逆で、まあ、こういう電球があって、表示素子があるわけです。で、ここに小さい像が、物体ができていると。で、それを、やはり凸レンズを用いた、今度は拡大光学系でスクリーンに映しているわけです。で、実際にスクリーンでは成立しているんで、ここの物体をあらかじめ、これ、倒立の状態で表示すると、成立の実像が得られるということで、凸レンズを用いた拡大光学系です。で、あと顕微鏡の場合はどうしてるかっていうと、これはこういう縮小、まあ二つの光学器を組み合わせてます。で、顕微鏡っていうのは基本は小さいものを大きく見たいわけです。なんで、まずここで一つ目の凸レンズ A で、これは、拡大の光学系になってます。凸レンズの拡大光学系、こっちと一緒ですね、プロジェクター。だから資料があって、そうすると倒立の実像ができます、というわけです。で、その実像ができる位置に対して、この凸レンズ B を、焦点距離よりも内側に実像 A ができるようにしてやると、先ほどのルーペと一緒で、拡大の成立の虚像ができるということです。ということで、凸レンズの拡大光学系と、凸レンズの虚像拡大光学系というのを組み、掛け合わせて、倍率を稼いでいる。大きく拡大しているっていうことになります。で、それに対して、望遠鏡、ケプラー式の望遠鏡っていうのは、これは遠くにある大きい物体を凸レンズで、今度はこっちです。縮小光学系で倒立の実像を作っているというわけです。で、それをさらにこの目で大きくするために、こちらと一緒、凸レンズの虚像拡大光学系というものを使って虚像としてまあ見ていくという話になってくるわけです。いいかな。はい。このあたりちょっとよく覚えておいてください。で、あとまあレンズの組み合わせということで、まあ実際にはその光学性能の見栄をよく、光学性能の見栄を良くするためには1枚のレンズが限界があって、こういう複数のレンズを組み合わせてます。で、特になんかとかいっぱい使ってる。で、そうですね。で、そういう時は、例えばこれ F1 と F2 のレンズがあって、距離が D として、例えば集合しているような話も、1枚のレンズ、いわゆる合成レンズとして見なすことができるわけです。で、その時の合成焦点距離 F っていうのは、こういう式でまあ与えられるということにまあなるということです。いいかな。はい。で、あとまあレンズの理想結合というのをちょっと説明したいと思います。で、理想結合というのは3つで、1つはまあ点が点に集まる、まあ、これまでも言ってる話になります。1点から出た光は1点に集まる。で、今度面から出た光、平面から出た光は平面に結合するということ。で、3つ目は交軸と垂直な平面内の図形とその像っていうのは互いに相似関係にありますよというわけです。これの理想結合です。で、こういうじゃあ理想結合ってどういう時に実現されるかっていうと、
と右側に書いてるんですが、まあ、屈折の法則か、すでの法則って、これまでに説明しました。N サイン i から N ダッシュサイン i ダッシュです。で、ここで入射角 i が小さい場合。これは具体的にどういうことかというと、レンズの中心しか光が通らない場合です。近軸領域、あるいはガウス領域と言います。で、この場合は、この式、まあ、この場合 N と N ダッシュは結局空気。違う。この場合は、サイン i は、i に近似することができます。ってことは、結局、ni イコール ni、n ダッシュ、i ダッシュということ。で、こういうの近軸光学、あるいはガウス光学といって、こういう条件が成り立つ場合に、理想結像、ここで言うような理想結像が、まあ、満足されるわけです。けど、実際にはこういう理想結像、実際にまあレンズの中心だけしか光が通らないっていうのはあんまりなくて、実際にはこうレンズいっぱいいっぱい通るわけです。で、近軸領域以外の光線を含むと理想結像でなくなります。こういうのを周差と言います。だからこういうふうに1点から出た光っていうのは、1点に集まってほしいんだけれど、実はその1点に集まる位置が、レンズのどこを通るかによって、こう軸方向にずれているというような話です。で、これはなぜこういうことが起こるかっていうと、この式が成り立たなくなるからです。ni イコール ni ダッシュ i ダッシュ、n ダッシュ i ダッシュというのが成り立たないわけです。で、近軸領域っていうのは、これレンズの形状は球面であって、で、屈折も線形。で、これイコールの関係が成立しているわけです。けど、近軸外の領域っていうのは、レンズの形状は球面なんですけれど、屈折はこれサイン関数で、この両者がノットイコールになる。なので、こういうふうに一点に集まらないということになるわけです。で、まあ、主な代表的な周差として、まあ、サイデルの5周差っていうのがあって、これはまあ、単色の光を使った時の誤周差っていうのと、あと多色の光を使った場合の色周差っていう、こういうのがまあ代表的なものとしてあります。で、例えばじゃあこの周差じゃもうほっとくしかないんかっていうと、実は補正はできるわけです。で、一つのレンズでやると、このレンズの形状が、球面である限りは、球面で近軸以外の光がある場合は、やっぱりこういうふうに一点に集まらないの、これはもうどうしようもない。なので、一つは、アプローチは、じゃあ、この凸レンズだけじゃなくて、そこに、まあ、O レンズも組み合わせて。で、結果的に、この2枚のレンズによって、一点に集めるようなことをする。っていうようなことが可能です。で、実際に、まあ、望遠のような高性能なズームレンズでは、こういういろんなレンズを20枚以上重ねることによって、可能な限り一点に集まる。集める。球面周差を補正するというようなことが可能です。で、もう一つのアプローチは、そもそもこの球面形状っていうのが、スネルの法則を考えると最適ではないということなわけです。じゃあなんで球面使うのかっていうと、これは加工が簡単だからです。けど最近は、加工技術が進歩して、プレスの加工とか精密研磨などによって、実はこういう非球面の レンズが可能になっています。で、この非球面のレンズっていうのは、この、スネルの法則そのものを満たすような、そういう形状を作ることができるので、で、それを使ってやると、こういう球面周差っていうのが起こらないということで、まあ、実際に我々が使っているスマホのカメラのレンズっていうのは、こういう非球面レンズっていうものが、まあ、使われているわけです。いいかな。はい。で、次に今度、カメラには一般的に絞りっていうものがついています。で、そのじゃあ絞りって、まあ、要はこういうレンズの前に、こういうその、通る光を調整するものです。で、絞りがない場合とある場合で何が違うのかっていうと、当然、こうレンズを通る光の量が変わるんで、像が明るいか暗いかっていうような差が出てきます。いいかな。像の明るさが違うと。で、じゃあ、これ、
着ることによって像を描けるんですかっていうと、これ像を描けません。それはある点から出たレンズの光は、これ広かろうと、まあ、いっぱいレンズ絞りがあろうとなかろうと、同じ一点に集まるわけです。だから像は描けない。像の位置や大きさも変わらない。ただし、まあ、これ明るさ以外に空間分解能が変わります。で、これは直感的に言うと、これまた後で出てくるんですけれど、直感的に言うと、レンズのをいっぱいいっぱい端から端まで使った方が空間分解能高くなります。なんで、絞りを入れて、そこを制限すると像が暗くなって分解能が悪くなります。あと、周差もまあ変わってくるということになります。で、この像の明るさを表す指標っていうものに F ナンバーというものと、開口数っていうものがあります。で、それぞれまあ、その縮小カメラのような縮小光学系で使われるのが F ナンバーで。で、顕微鏡のような拡大光学系で使われるのが開口数ということになります。で、F ナンバーはこういう式で表されて、D は、このビームの直径。F は焦点距離です。なんで、まあ、直感的には、この三角形がどれぐらいこう、なんていうの、ひしゃげた三角形、細長いのか、背が高いのか、ひしゃげた三角形なのかっていうことで表される。で、開口数っていうのはちょっとややこしくて、まあ、屈折率を N とか N ダッシュっていうふうにしたいって、で、この、角度、レンズの光が通る角度を U としたときに N sin U とか N ダッシュ sin U です。だ基本的にはこっちと一緒で、結局、どれぐらい広い範囲で、広い角度で光を取り込めるのかっていうことをこれ表しているという話に今なります。いいかな。で、まあ一応 F ナンバーと開口数の関係はこういうふうに学ぶっていうのはちょっと、まあこういう式で与えられるわけです。で、先ほどの絞りで、まあ、光の像の明るさを調整できるということと、それをすると、まあ、分解能がちょっと変わりますよっていう話を言いました。で、絞りの作業メリットとしては、その像の明るさを調整する以外に、焦点振動を大きくするっていうような働きもあります。で、これどういうことかというと、絞りを、開きを大きくしてやると、まあ、広い角度範囲で、焦点に光が絞られると。そうすると、このあるサイズ、この点があるサイズまで広がっているこの焦点振動のところが、この広い角度で焦点に来るのと狭い角度で焦点に来るのでは、同じサイズを考えてやると焦点振動が大きくなるということで、これは言い方を変えるとピントが合う範囲が広くなるということで、まあ、就職光線が大きな角度か小さな角度かで、まあ、ピントが合う範囲が広くなるということがメリットとしてあるということになります。いったんかな。はい。で、じゃあ今日も早いな。それでは、今日はここまでになります。で、演習問題は、単レンズを用いた結像において、色収差が生じる理由を述べようと。また、色収差を補正するためには、どのようなレンズを利用すると良いか、ということをちょっと調べて考えてみてください。はい。それでは今日はこれで終わりたいと思います。